中央図書館はアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドのダウンタウンにある3階建ての公共図書館。その会館は1913年に遡り、現在はマルトのマグン図書館システムの本館として機能している。ジョージア様式の建物は1979年にセントラルビルディングパブリックライブラリーとしてアメリカ合衆国国家歴史登録財に追加され、 1997年に大がかりな改築が施された。ポートランド図書館協会ポートランド図書館協会は1864年に結成された。最初の半世紀に数々の場所を転々とした後、1911年に図書館委員会は大きな新しい本館をポートランドのダウンタウンに構えることを決定した。建物は建築家 A.E. ドイルによって設計され、 1913年9月6日に開館した。アメリカ合衆国における開放型の内装を持った図書館としては最初期のものであった。着工から春工まで2年の歳月と48万ベイドルを要した。館長のメアリー・フランシス・アイスサムが建物の設計に寄与している。中央図書館は1979年6月11日に 公共図書館中央館の件名でアメリカ合衆国国家歴史登録罪に追加された。1990年7月1日、私立のポートランド図書館協会が中央図書館の所有権をマルトノマ軍に譲渡した。1902年から1990年まで同協会はその蔵書と建物を所有していたが、運営資金は地域政府によって支払われていた。 1994年から1997年にかけて建物は大規模な改築が行われた。改築中、フィフスアベニュービルディングが図書館のコレクションを収めていた。建築学的にこの建物はジョージア様式で設計されている。図書館の主要階段は合計で92段ある。主要階段に飾られている美術作品の一つにダナルイスのツリー・オブ・ナレッジがある。 外壁はウィルキンソン・サンドストーンに覆われている。内装は大理石の木材によって作られている。1階から3階にかけて合計で12万5000平方フィートの面積が広がる。中央図書館にはビバリー・クリアリー子供と書室とヘンリー・フェイリング、美術音楽と書室が収められている。また、作家のためのスターリングルーム、コリンズ・ギャラリー、 ジョン・ウィルソン・ルームが収められている。1階には、US バンクルームと呼ばれる小さな会議室があり、公共利用に開かれている。図書館のコレクションは、合計重量で875トンになり、本棚に1列に並べれば17マイルになる。合計で130台のコンピューター端末があり、公共に開かれている。ありがとうございます。